明けましておめでとうございます。ついに木曜日となりました。デオリサイタルです。この演奏会が終わってすぐに留学をされる黒田さんなので、1年間日本では黒田さんの声を聞く機会が皆様ないと思いますので、ぜひ逃さぬようお願いします。日本歌曲からドイツビートから本当にたくさんいろいろなレパートリーを、お聴きいただけます。高野さんのクールな一面とうぬぼれ鏡ちょっとキュートな一面もたくさん見られると思いますので、皆さんぜひお越しください。今週の19日木曜日の19時から拍手